何がいけないんだろう。本気の本気で見立てたのに。こんにちは。あれ？なんだか空気がドヨーンとしてるような。してるかもね。なんていうか、もう八方塞がりって感じだし。もしかして例のホムンクルスさんの宝石の件ですか？ご名答。あれから何度も宝石を見立てて納品したんだけど、ことごとく返品よ。私が見立てたキラキラ、何が気に入らない？メリエッタさんがホムンクルス言葉で焼けっぱちになってる。だから僕が言っただろう、深入りするのはやめた方がいいって。もう僕たちに手に入れられる宝石は全て送ってみたんだけど、今回納品した品はもらった前金でも赤字になるほどの大ぶりの宝石だったし、その上でこの結果なんだ。もう諦めようよ。それは嫌です。ちょっといいですか？私、ホムンクルスさんの町に行ったことがあるんですけれど。素敵な場所なんですけれど、とっても素朴なんです。飾り気がないっていうか。なるほど。つまりだからこそ彼らはド派手な宝石を求めているということか。逆かな。なんとなくホムンクルスさんと宝石って合わない気がするんです。あの街を見てると、宝石を欲しがるホムンクルスさんたちの姿が想像できなくて。でも、あの金額だとどうしても高価なものになっちゃうよ。しかもキラキラでしょ？宝石以外にありえないと思うんだけどな。ん？でもそれって、所詮私たちの価値観でしかないのかな。私、またホムンクルスさんの町に行くことあると思いますから、何か気がついたらお知らせしますよ。お願いできる？いつも悪いわね、アーシャ。僕からもお願いするよ。よろしく頼むよ、アーシャ君。メリエッタ君がそこまで言うなら、この商談最後までさせてあげたいからね。できるか分かりませんけれど、やってみますね。毎度ありがとうね、アーシャ。と、見たわよ。こないだあなたのところに来てた男性。どういうお知り合いなの？ほう、男性ですか？ほら、おひげを生やした素敵なお方よ。おひげを生やした、あ、ハリーさんのことですか？ああ、そういうボケは今はいいから。もっと渋いおじさまがいたでしょ？渋いおじさま？ああ、キースさんのことですか？説明しづらいんですけれど、とりあえず同業者みたいな方です。へえ、あの方も薬屋さん。なるほどね。道理で落ち着いてて知的な感じだわ。素敵よね。メリエッタさん、もしかしてああいう方が好みですか？いやーね、別にそういう意味じゃないってば。ただもしあの方に迫られたら断る自信がないかもだけど。でも年の差がかなりありますよ。それも素敵。同世代にはない落ち着きと経済力、捨てがたいわね。まったく、同じおひげでもどうしてああも違うのかしらね。うちのオーナーも少しはあの方みたいに落ち着いてくれたらいいのに。失礼するぞ。薬師君はいるかね？相変わらず狭くて古臭い工房だな。そ
かようですね。神器臭いですね。しかしここから薬が生まれるのだから、古いことにも意味があるというわけか。全くもってその通りだと思いますね。こんにちは。あの、今お茶を。いや、遠慮しよう。庶民のもてなしなど私の口に合わん。それより君にいい話を持ってきた。色よい返事をもらえると嬉しいのだがね。はあ、何でしょうか。お薬のご依頼ですか。そんな小さい話ではない。しかし君にとって悪い話でもないはず。このモーデス、君の腕は非常に高く買っている。そこで君を直に雇ってやろうと思ったのだ。見返りは広い工房と潤沢な資金。はあ、あの、どうかねと言われましても。なんだ、断るというのか。こんないい話は君の人生で二度とないぞ。正気とは思えませんね。アーニー君に薬を下ろしたところで大した儲けにはならんのだろう。私に任せれば手広く売りさばけるぞ。君は大金持ちになれるだろう。私そういうお仕事は。モーディスさん、アーシャちゃんのところに直接行くのはお話が違うでしょう。おお、ハーニー君、君からも言ってくれ。この娘さんはどうも話が通じにくい。私が直に雇ってやろうというのになぜだかそれを渋るんだ。ですから、その件については先日もお断りしたはずです。彼女には事情があって薬作りには専念できないと申し上げたはずです。何、そんなことは聞いていない。初耳ですね。確かにその時は控えめにお伝えしたので今言った通りではありませんでしたが。アーニー君、私は君のことをそれなりに買っていたのだが、一介の商売人がこの私に対して簡単に手のひらを返すというのかね。言語道断ですね。それは申し訳なく思いますけど、僕の意見は変わりません。アーシャちゃんをあなたの元に行かせるわけにはいきません。不愉快だな。君は誰に向かって話しているのか分かっているのか。あの喧嘩は良くないです。君は黙っていたまえ。ごめんなさい。もういい、この話はこれまでだ。全くもって不愉快だ。君との取引は一切なかったことにさせてもらう。大切な友達に迷惑をかけることは絶対にできません。自分の都合で一方的な条件を持ちかける人なんてこちらも願い下げです。ふん、その言葉もう引っ込められる。絶対後悔しますね。あの、なんだか大変なことになりましたね。いや、これ以上アーシャちゃんに迷惑はかけないよ。それより、大きな声を出してごめんね。今度また改めて謝りに来るよ。兄さん、落ち込んでた。大丈夫かな。ねえ、ベルちゃんのおばあ様ってどんな人？大ばば様？そうね、とても優しくて美人だけど、怒るととっても怖い人かな。確かにそんな感じだったかも。でも、そんなに怖いんだ。うん。
何しろ時間と空間を自在に操っちゃうからね。え？どういうこと？言葉のまんまだよ。あとは変身とかもできるよ。ドラゴンとかグリフォンとか。昔いたずらがバレた時には火吐かれて大変だったよ。年はいくつだったかな。母様が33歳で、おばあ様が56、ひいおばあ様が71で、大ばば様は100は言ってないと思うけど。どんな人だか想像できない。そうでしょう。とにかくすごい魔法使いで、すごい美人で、一番偉いの。きっとすごい人だよね。どんな人か全然わかんないけれど。